どうも皆さん、こんにちは。山木よりです。今日なんですけども、ちょっと、急ぎで動画をこれは撮らねばなと思っているんですが、今日はちょっと人前に出せる、ビジュアルではないので、先立ってから YouTube で、映画の評論とか映画の解説、映画レビューなどをなさっているスグワ・カルオさんという方の YouTube チャンネルで、映画監督として出演してですね、対談をする形で、日本映画底上げ委員会、日本映画界底上げ委員会かっていう、そういう企画に参加はしましてですね、いろいろと、お話をしたりとか、質問に答えたりみたいなことをさせてもらってたんですけども、つい最近、その7番目の、シリーズの7番目の動画が公開になりまして、その中で、僕が以前から取り組んでいるその時代劇ゾンビ、エド・オブ・ザ・デッドっていうね、企画について、結構、スグワさんもご覧になってくれたりとか、結構いろいろ、深掘りをしてくださったので、ちょっと、触りだけじゃなくて、ちゃんとお話しした方がいいかなと思って、この動画撮らせてもらってます。エド・オブ・ザ・デッドっていう企画について、ちょっとお話をすると、スガさんもちょっと調べてくださってましたが、京都の松竹と東映って撮影所ありますよね。あそこで、京都映画映像企画市っていう、コンペみたいなもんなんですけど、その企画を募集するフェスみたいのがあったんですよ。その条件は時代劇にこう新しい風を吹き込むような企画っていうのを募集みたいな、そういうのでプロデューサーだったり脚本家だったり監督だったり、そういうクリエイターが独自に企画を作って、書類を送り、で書類選考があって、で10人ぐらいですかね、最終選考に残った人が東映とか松竹のその撮影所の方に行ってですね、最後そのプレゼン大会をして、で、一応新聞取材なんかも入ったりしながら、1位というか優勝者を決めるって、そういうお祭りみたいなことがありまして、そこで一応最終選考に残って優勝させてもらった企画が「エド・オブ・ザ・デッド」っていう企画なんですね。でその企画1位の最終ゴールは、パイロット版を作るっていう、そこが最終ゴールで、それが京都の撮影所ですね、松竹とかとの撮影所を使わせてもらって、その企画を、パイロット版を作り上げて、終了するという、そういう内容だったんですけれども、パイロット版を作ったところで結構、それで終わっちゃうのが僕はどうしても嫌だったので、この企画って独自に進めても大丈夫なんですかっていうことで、いろいろとその東映の方とかお話をさせてもらってたら、それは全然構わないよということだったので、実現すればもちろん撮影所の方にもメリットがあることなので、どんどんやってくれということだったので、結構いろいろ動かしてもらってたんですよね。具体的にどういうことがあったかというと、その京都映像企画市っていうのを主催しているのが、東映の太秦映画村とかその松竹の撮影所っていうよりは、BIPO って言ってですね、日本映画のそれこそ底上げ委員会みたいな組織があるんですね。その国の機関だったりとかもするんですけど、そこで、いろんな新人の映画作家だったりとか、若手のクリエイターみたいのを、海外に紹介したりとか、その映画祭の情報を流してくれたりとか、そのいろいろバックアップしてくれる団体があるんですけど、そこがこの京都映画企画市っていうのもバックアップしてまして、そこの事務局の方がですね、結構その気に入ってくださって、確か最初はアメリカのハリウッドの方に連絡してくれて、確かユニバーサルだったと思うんですけど、ユニバーサルのある方とお会いさせてもらったんですね。結構好印象だと、企画自体はとても良いが、問題があると。問題があるっていうのは何かっていうと、撮影が日本では多分無理だって話だったんですよね。これが実現するとしたら、アメリカのそのルイジアナ州
だったと思うんですけど、ルイジアナで取るんであれば資金を出せる可能性はあるっていう話だったんですよ。で結構おおと思うじゃないですか、あこれってそこまでの可能性あるんだって、まあ、思ったんですけど、まあ、なんでルイジアナなのかっていうと、どうやらなんかその制作費の補助というかその税金なんですかね、税金の優遇措置みたいのがあのルイジアナで取るとあるみたいな、そういう事情があるみたいで、まあそういう、うん、そこまで考慮してこの企画ができるならあの検討しますよって話だったんですね。でまあでもいろいろこうやっぱり想像していくと、さすがにその、まあ、ゾンビ自体は取れたとしても時代劇でとかなってくると、さすがにルイジアナに江戸時代の建物って一個もないですから、まあ、一個一個建てていくことになりますよね。建てていくってことを考えていくと、まあこれはとてもじゃないけどおそらく予算がはまらないなっていうのはもう目に見えていたので、まあさすがにそれは向こうのプロデューサーも分かってるのでそういうふうに聞いてきたんですけど、まあなのでまあやっぱり無理だよねって話になったんですね。でそれであのその話はまあ一応白紙に戻ったんですけど、その後もう、まあ、これはちょっと名前を伏せますが、あのまあある大手の映画の会社ですよね、そこの方が海外セールスの部門なんですけど、そこの方にもちょっとお見せする機会があって、見せたらまあカンヌ映画祭ってあるじゃないですか、あのねパルムドールとかでよくニュースになりますけど、まあああいう大きな映画祭って、まあ、裏ではマーケットがあって、そこに海外の、まあ、バイヤーさんとか映画を売りに来る方々っていうのが、まあ、たくさんいるんですね。でそこのブースが あると、その大きな映画会社なので当然海外の映画も買い付けるし日本の映画も売りに行くからブースがあるので、まあ、ぜひこの企画エイズ・オブ・ザ・デッドの企画もその、まあ、ちょっとペーパーベースにはなるけど、その海外セールスの部門で一旦預からせてくれって話だったので、お渡ししたんですよ、お任せしたんですね。で一応カンヌまで行ってもらって、で向こう そのバイヤーさんにも見てもらって、一応反応がいろいろありましたというのでフィードバックもらったんですね。そのいやこの企画自体はあの非常に可能性があると、ただその、まあ、ウォーキングデッドを見てもらえば分かると思うんですけど、ゾンビの造形ってものが今までとはもう革命的に違うと、ゾンビっていうものが今までは、まあ、ちょっと緑色に塗ったようなものだったりとか、まあ、腐っているっていう表現の仕方が割とチープで許されていたんですけど、ウォーキングデッド以降のゾンビは、まあ、おそらくそのかなりその作り込んでいく必要があるだろうと。でこのエド・オブ・ザ・デッドのに出てくるゾンビも、まあそこまで作り込めるかどうかが勝負になるっていう話をフィードバックでいただいて、その大きな会社の方も日本に帰ってこられて、一応会社の方に話してみますっていう話だったんですけど、ただその部署の方々海外セールスみたいなそういう部署なので制作ではないからあんまりこう可能性はないかもしれないですけどっていうような話ぶりだったんで、まあ、そこまで期待はしてなかったですし、実際そんな大きな動きっていうのはないんですけど、まあ、そういう動きもありました。でまあ僕もそのお任せしたけれども何もしないっていうのもね、お任せしすぎなのも良くないので、自分でもいろいろと他にも動いて、これもなくなっちゃったサイトですけど、まあウェブ漫画のサイトがありまして、そこでまあいろんな方の協力があって連載をする、漫画の連載、まあ、原作を作って連載をするっていうようなところまでは行ったんですね。ただまあそこが連載開始前にちょっと閉鎖することになって結局連載をすることはできなかったんですけれども、まあ、そういうふうに自分でもいろいろ原作を作ってみようとか、まあいろいろ動いてはいた中で、まあ、いろんな不運が重なって、そういう漫画のサイトが閉鎖したりだとか、まあまあうまくいかなかったんですよ。それで結局その現状ではだから塩漬け状態だなっていうような雰囲気で、まあ、しばらくそのままにしていたら、本当まあことあるごとに話はしてるんで、してたら一昨年ぐらいの年末だか正月ぐらいだかにふっとその話をしたら急にやっぱ反応が変わったんですよね。あ、その企画って面白そうですね、詳しく聞かせてくださいっていうようなことが
結構増えて、それまでは、なんていうんですか、そういう、いわゆる世界的な視野で動いているような人たち以外は、面白そうだなって言ってくれる人いなかったんですけど、結構国内のコンテンツ系の人たちからも、なんか面白そうですねって話は結構あって、まあ、やっとそのゾンビっていうのが、こういう、まあ、一般のホラーファンでもないような人たちに認知されるようになってきたんだなっていうように思って、スグワさんの動画では話をさせてもらったんですね。あともう一個、なんか一応クラウドファンディングみたいな感じで海外からもお金集めたらどうですかって話もあったんですけど、まあ、当時キックスターターっていうのがあって、まあ、今でもありますけど、キックスターターがアメリカの会社が持ってないとちょっと口座開けないんだよねって話だったので、それがちょっと頓挫したのもありますね。で、日本のクラウドファンディングももちろん検討はしてたんですけど、結構その、まあ、低予算で作ろうと思えば作れる内容なんですよ。そういうふうにお話を作ることもできるんだけど、ちゃんとこのある程度認知されるような、まあ、メジャーとまではいかないですけど、ある程度の予算をかける必要があるだろうなっていうのが、その最初の企画1の時からの、まあ、想定だったんですね。だからまあ一応その原作作ろうかって話もしてましたし、それぐらいの規模感で考えてたので、クラウドファンディングって考えていくと、国内でのクラウドファンディングって、まあ、今はちょっとどうか分かんないですけど、当時考えると映画でそこまでガツンと何千万もお金集めるようなものってなかった、僕の記憶ではないですね。多分今でもあんまないかもしれない。キングコング西野さんが自分の絵本でかなりお金集めたっていうのありますけど、やっぱあれぐらいの認知度とかメジャー感っていうのがないと、やっぱりそこそこね集まんないよなっていうのがマウンド感としてあって、やっぱそこも日本のクラウドファンディングっていうのもそこまで当時まだ盛んではなかったこともあり、そこまで真剣に動いてなかったっていうのがありますね。で、それで今現状っていう感じです。まあ僕もエド・オブ・ザ・デッド以降は、まあまあ忙しくさせてもらってたので、そこまで精力的に動けていないっていうのもありますし、他にもまあいろんな企画抱えつつ、スピード感を持って動けるものもあれば、結構エド・オブ・ザ・デッドみたいに時期を待ってるっていうのもあるんで、まあ、これだけに関わって、これだけをどうしても成立させないっていうふうに動いてるわけじゃないんですけど、まあ現状そういう、形というか、そういう流れになってます。それで津川さんの動画でああいうふうにお話しさせてもらったっていう形です。なので何も知らなかったのかっていうわけではなくて、いろいろ動いた結果、まあ、現状ですっていうのを一応お伝えしておこうと思います。はい、また、別の動画でお会いしましょう。さよなら。